こんなところに人間か。宙に浮いてる。人間じゃない、精霊力の塊みたいな。精霊みたいなってことか。安易に己の概念に当てはめるのは愚かというものではないか。精霊ではないと思うわ。何かもっと異質な。お前の方こそ自分の世界の異質だろう。己が因果を背負いてなお運命に爪を立てるか、どこかの一族を思い出させる。あまたの世界を破壊しながらあがく一族と、あまたの力を食い尽くす世界、どちらも醜悪に過ぎる。随分人間がお嫌いのようだな。あ、確か鍵は6つって話だったよな。そしてここで6番目、つまりこれで最後ということね。気をつけて、こいつ今までの相手と違うよ。そういえばエドナは招かれたと言っていたな。あの研究者の仕業だと思ってたが、そうじゃないとしたら。その元凶がこいつだってのか。わからないが、聞いても教えてくれそうにないな。名乗りくらいしよう。我は時空を司る大精霊クロノス。お前たちの力を見せてもらう。来るぞ。今までに感じたことのない力。愛するだけで押しつぶされそうだわ。それでも負けるわけにはいかない。見せてやるとしよう、我々人間の力を。
よ。もう無理はできないわよ。ああ、気をつけるよ。人間がロックブレイク、あがくがいい。審判を下そう。人間が走れ、走れ、ひさめ。私の手術、ひれ伏すがいい。審判を下そう。死の淵より呼び戻さず、レイズ・ザ・ダダダ。体勢の力となれ。悪いわね、手間をかけて。何、持ちつ持たれてた。そうね、と思っていくよ。ネガティブゲートを任せたら人間そうだ。サド、レッツグー。審判を下そう。我に恐怖せよ、魔人剣ソーラ。サド、レッツグー。魔人剣、この点は忘れてない。ここでは一石儲けてもらおうか。わかった、そろそろ幕を引こう。貴様らの指示、タイムクレーム。爽快を図るわ。恵みの光を、硬い奴は任せろ。炎よ、炎よ、決めて。ディグル、精霊力を叩き込む。面白い術を使うな。絆、回復していく。正確には時間を巻き戻したのだ。本当に時空を？じゃあここはあなたが生み出したものなの？いや、我ではない。オリジンでもマクスウェルでも原初の三霊が関せぬ世界があるとはな。原初の？あ、ではあなたはどこかに本物の異世界を作り出した存在だというの？何とでも言うがいい。このような存在までも招き入れてしまうとはな。やはり時空の扉に関する研究は禁じるべきもののようだ。禁じたところで人間とは飽きもせず愚かな歴史を繰り返す。この場所を知った人間どもは他の世界から奪い利用することしか考えないのだろうな。それは欲するままに行動し、他者に負債を押し付け、その結果を顧みようとはせぬ。させない。俺たちは目の前の壁を壊し続けてきた。だが、それで終わってはいけないことも知っているつもりだ。手を取り合い、共存できる世界を作る。そのために諦めず進み続ける。うん、変えていく努力だってするよ。この研究は必ずやめさせるわ。だから、人間というものはこうも似るものか。我はしばしここにとどまる。さっさと馬鹿げた研究をやめさせろ、クロノス。わかった、覚えておくのだな。この時空の扉を悪用し我らの世界に干渉しようとすれば、時空の狭間に突き落とし永遠の無をさまよわせてやる。おっかねえな。俺たちがいる限りそんなことにはならない。あんたはそこで高みの見物をしていてくれ。もっと精進せねばな。どこまでも真面目だな。あなたもね。人のこと言えない人たち。